どうも皆さん、ガンプラバトルしてますか？森の都のガンダマーガキヨでございます。さあ、今回はガンプラレビュー動画ガンダムビルドファイターズバトローグよりハイグレード144分の1ビルドストライクギャラクシーコスモスをレビューしていきたいと思います。長え名前が。こちらのギャラクシーコスモスは2018年に発売されたビルドファイターズバトローグのキット。ビルドストライク系のランナーに新規造形のギャラクシーブースターが付属いたします。ガンダムベース限定でクリアバージョンが発売されるというのも話題ですね。そんなわけで今回はビルドストライクギャラクシーコスモスレビューしていく。さあ、それでは簡単にランナーチェックをしていきましょう。ギャラクシーブースター以外はほとんど流用なのかなと思っていたら、思いのほか新規のランナーも入ってましたね。胸のパーツとか細かいところにも新規パーツが使われております。シールはほどほどに使用されておりまして、スタービルドストライクなどにも付属したスタンドが同封するのも嬉しいですね。はい、というわけで完成したのがこちら、ガンダムビルドファイターズバトロームよりハイグレード144分の1ビルドストライクギャラクシーコスモスです。ギャラクシーブースターのインパクトがすごい。いや、やはりビルドストライクは見た目がバチクソかっこいい。要所要所にピンクのクリアパーツが使用されており、見た目もかなり華やかになりました。シールはほどほどに使用しておりますが、色分けもかなり優秀ですな。この脚部と腕部の青いところと、この腰の赤い部分ですね。あと胸のダクトの黒い部分もシールです。そして合わせ目ですが、ほとんど目立ちません。こういった肩の部分だったり脚部に合わせ目は出るんですが、全体的に段落ちモールドになっているので、そんなに気にはなりません。はい、そしてリアビューはこんな感じでございます。ぶっちゃけこの星型に関してはあんまりかっこよくないっていう意見もありますな。で、このスラスターの部分にも黒いシールが使われているんですが、ここがちょっとデコボコしててシールが貼りづらい。で、さらに隙間も空いてしまうという。気になる方は塗装した方がいいかもしれませんね。ちな、背中のジョイント穴はストライカーパック共通ですので、エールストライクなど他のストライカーパックを装着することもできます。それでは稼働もろもろを見ていきましょう。では一旦ギャラクシーブースターは外して見ていきます。ではまず頭部です。頭部には新規パーツが使われており、若干形状が違います。バルカンのところは単色成形ですね。そして後頭部にもクリアパーツが使用されております。頭部の稼働はかなり優秀っすね。続いて腕部です。ガキヨ個人的にこの肩のデザインめちゃくちゃ好き。接続はボールタイプジョイントとなっておりまして、ちょこっとではありますが前方に傾けることが可能です。肩はこの辺りぐらいまで上がりますね。若干干渉してんのかな。まあでも全然いい感じ。はい、そしてストライク系はこの肘がかなり優秀。めちゃくちゃ曲がってくれますよね。で、肩のクリアパーツはこのように閉じることが可能です。この状態もかっこいいよね。続いてボディです。ボディも特に気になるところはございません。柔軟に稼働してくれます。お腹の中にボールジョイントも入っておりますので、若干角度をつけることもできますよ。続いて脚部です。股間の接続は比較的最近の三軸タイプ。この状態だとサイドスカートが若干干渉してるんですが、この部分を稼働させればかなり開脚させることができます。ただね、やりすぎちゃうとやっぱり取れちゃう。で、あとはいつも通りこの部分が稼働しまして、足はこの辺りまで上がります。膝の稼働も文句なしっすね。足首周りもまあ動く。ただ足裏に肉抜きが若干出ますな。まあでも気になるのここぐらいか。そしてこの脚部のピンクのクリアパーツも開閉いたします。かっこいいですね。では続いてギャラクシーブースター見ていきましょう。この子には12枚のウイングパーツが付いております。で、このウイングパーツは1枚1枚が稼働いたします。根元から動いてくれるんで、いろんな角度をつけることができますよ。このウイング部分の展開状態は後ほどご紹介いたします。で、この部分には機種がありまして、これを前方に稼働させて、この部分を後ろに持ってきます。で、根元の部分を動かしまして、上のウイングの角度を変えますと、このようにギャラクシーブースターを支援機状態にさせることができます。ちな、これは単品でも発売されておりまして、近々再販も来ますよ。はい、そんなギャラクシーコスモス本体の稼働ですが、やはりストライクベースは素晴らしい。ベースとなっているビルドストライク自体、かなり前のキットではありますが、かなり高水準っすよね。それでは武装やギミックなどを見ていきましょう。まずこちら、ビームライフルが付属します。これはスタービルドストライクからの流用っすね。このライフルめちゃくちゃかっこいいんですけど、しっかりと再現するには白で塗装しなきゃないんですよね。続いてこちら、シールドです。こちらもほぼ流用なんですが、若干パーツが変更されております。ライフルに接続するアームの部分のギミックなんかも一緒です。そしてこちら、ビームサーベルはピンクのクリアパーツが2つ付属します。あと地味に嬉しいのがこのスタンド、流用ではありますが、これもありがたい。はい、ライフルとシールドを構えさせるとこんな感じっすね。ほんと稼働が優秀なんで、いろんなポーズを堪能することができますよ。はい、そしてライフルとシールドは変形させて、このように接続することがができます。この状態がまたかっこいい。これライフル塗装したらもっといいっすよね。それではこの機体最大の特徴、ギャラクシーブースターを展開させていきましょう。はい、こちらがスターシステム発動状態。ちょっとやりすぎなんじゃねえかなっていうぐらいウイングが展開いたします。フリーダム顔負けだね、これ。でね、このウイングの部分も絶妙に稼働してくれるんで、あんまり干渉しねえでやんの。なんかまあうまくできてるよね。これ真っ白なのもいいですが、別のカラーリングにしてもかっこいいかもしれませんな。はい、そんなビルドストライクギャラクシーコスモス。背中のギャラクシーブースターがかなりボリューミーな仕上がりとなっております。武装こそ流用しておりますが、ギミックも相まってめちゃくちゃ遊んでて楽しいキットです。はい、そんなわけで今回はガンプラレビュー動画ガンダムビルドファイターズバトロームよりハイグレード144分の1ビルドストライクギャラクシーコスモスのパチ組レビューをお届けしてまいりました。やっぱりね、HGCE のストライクベースってすんげえいいんすよ。元々が優秀なんで稼働や合わせ目に関しては不満は特にございません。あとやっぱりギャラクシーブースターのド派手な見た目がたまんねっすな。いやほんと気になるところはほとんどないんだよね。それぐらいこのストライク系のキットは優秀でございます。しかしビルドメタバースも始まるということで、いい感じにビルド並みも来ております。今後のビルド系キットの展開にも期待ですな。今回は以上です。また次回の動画もご覧ください。ガキョウでした。